疲れ様です。ピーキチです。本日は仕事休みということで、一日中酒が飲めるぞということで、まずは昼飲みしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちら100円ショップで見つけました、あの丸い氷ですね。こちらをコップいっぱいに入れてね、まずはハイボールさんでね、一日を始めていきたいと思います。まあさっきねビール飲んだんですけれども、まあ気を取り直してということでハイボール行かせていただきます。乾杯でーす。はい、じゃあごく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 ということで、もう昼間から飲むハイボール、お酒最高でございます。はい、ということで気合も入ったところで、本日もねおつまみ作っていきたいと思います。はい、いつもはね5品おつまみ作ってますけれども、今回はプラス1品加えて6品でいかせていただきます。はい、まず1品目、私大好物のかぶちゃんでございます。こちらをね使ったおつまみをご紹介させていただければと思います。はい、かぶ食べやすい大きさに切ってですね、まあ皮は剥いても剥かなくてもどっちでも大丈夫です。油を引いたフライパンでいい感じの焼き目をつけていきます。はい、この音でねもう飲めちゃうスタイルでございます。はい、焼きましたらですね、うまいソースを作っていきたいと思います。キムチを適当に刻みまして、ボウルに加えていきます。こちらにツナ缶、オイルごとですね、あとはマヨネーズを加えて混ぜるだけでございます。はい、こちらをね、先ほどのカブですね、つけて食べるスタイルでございます。シンプルなんですけれども、これが本当に美味しい、おすすめでございます。はいはい、続きましてはこちら、大きな立派なエビちゃんでございます。はい、ちょっとねスーパー行った時にね目が合ってしまって、ついつい買ってしまいました。ということでね、今回はこのエビちゃんを使ったおつまみをいきますね。はい、じゃあこちら殻とね、あと背綿ですね、取っておきます。こちらめんつゆごま油、おろしにんにく、砂糖、ごまちゃんですね。こちらを混ぜまして、先ほどね剥いておいたエビです、こちらを入れて混ぜまして、しばらくつけておきます。後で持っていきますね。はい、続きまして長芋を使ったおつまみでございます。はい、こちらねスナック感覚でいただけるようなおつまみを今回はご提案させていただこうと思います。お子様とかも喜んでいただけるんじゃないかな。はい、じゃあスティック状に切りまして、袋に加えていきます。こちらに小麦粉をねよくまぶしていきましょう。シャカ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 。はい、そしてこちら油でカラッと揚げていきましょう。はい、あのフライドポテトみたいなやつでございますね。長芋でやってみました。はい、で味付けはですね、こちら塩コショウ、コンソメ、粉チーズ、こちらをまぶしていきますね。チーズコンソメ味でございます。はい、全体に味が絡めば完成でございます。はい、あとはねお皿に盛り付けまして、パセリパラパラで酒飲みが好きそうなやつ完成でございます。はい、じゃあ続きましてはおにんにく、にんにくの芽でございます。こちらを適当なサイズにね切っていきます。これがほんとうまいんですよね。はい、こちらコチュジャン焼肉のタレ、おろしにんにく混ぜてうまいタレ作っておきますね。後で使用していきます。はい、ではフライパンにオリーブオイルじゃなくてごま油でしたね、すいません、ちょっともこみちさんぶってしまいました。はい、こちらに、ホルモン、茹でたホルモンとニンニクの芽、あともやしもね入れていきます。で先ほど作ったうまいタレですね、こちらを入れてね、全体さっと混ざるように炒めていきます。おー、もううまそうだ。はい、じゃあお皿に盛り付けましたら、ホルモンとニンニクの芽のうまいやつ完成でございます。ご飯が欲しくなりそう。はい、じゃあ続いてはこちらお餅さん、アレンジしていきたいと思います。はい、佐藤の切り餅さん、お世話になります。はい、じゃあこちらあとはスライスチーズですね、こちら用意しておきますね。はい、半分ぐらいに切っておきます。はい、あとはこちらなんか長いベーコンの上にチーズ、そして先ほどのお餅ちゃんですね、乗せてくるくるっと巻いていきます。なんか腹巻きみたいな感じですね。はい、で少し油を引いたフライパンにこちらを入れて焼いていきます。はい、じゃあちょっとね蓋をして餅が柔らかくなるまでやっていきます。はい、で味はですね、バター、そして溶けたところにお醤油とお砂糖を加えてね味付けていきます。はい、なんか可愛らしいですね。はい、じゃあお餅ですね、味が絡みましたら完成でございます。
はい、で先ほどつけておいたエビちゃんですね、こちらもお皿に盛り付けていきたいと思います。お、プリプリで美味しそう。はい、あとは卵黄ですね、卵ポンということでエビのうまいやつ完成。はい、ではですね、最後のおつまみ6品目でございます。あっという間でございますね。6品目はこちら、ふるさと納税で送っていただきましたサバちゃんでございます。今回はシンプルに焼くスタイルでいきたいと思います。でね、せっかくなのでちょっとね、炭火でやっちゃおうかなということで、お庭から失礼いたします。はい、ちょっとね、火起こしさせていただいて、もう燃え上がってますね。もうサバちゃんが油がすごいんでね、なんかもうすごいことになっております。まあ、ということで完成でございます。はい、じゃあ今回はこのメンバーですね。はい、じゃあ、もう今日はとことん盛り上がろうということで、森高千里さん風にね、楽しんでいきたいと思います。で、こちら、私つけておいたですね、レモンサワー試してみたいと思います。今、1ヶ月ぐらいつけたやつですね。はい、ちょっとね、試してみたいと思います。レモンの香りがいいですね。はい、それでは、いただきまんもす。はい、すいません。はい、じゃあ、どんな感じかな？ごく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 ということで、すごいスッキリしてるんですけど、やばいですね。それでレモンの香りがね、たまらないです。はい、じゃあね、おつまみもね、合わせていきましょう。卵黄をね、たっぷり絡めたプリプリ、プリプリのね、ブリンブリンのエビちゃんでございます。はい、もうセクシーサンキューということで、めちゃくちゃ美味しい。もう私のね、全細胞が覚醒しております。すごいな、これは本当に美味しゅうございます。はい、続いて、はい、焼きカブとツナキムのディップソースを乗せたやつでございます。パクリということで。これがまたうまい。ありがとうございます。はい、そして先ほどね、すごい燃え上がっておりましたサバちゃんですね。うーわー、これはやっぱ炭で焼くと違いますね。香りが広がる。そして先ほどのレモンの香りをね、足していきましょう。もう最高の休日ですね。本当に本当に最高でございます。ハッピーですね。はい、で先ほどのレモンサワー、ちょっとね、味変していきましょうか。こちらちょっとね、レモンシロップ用意しましたので、こちら少し足していきたいと思います。はい、先ほどはね、だいぶすっきりした感じでございましたが、まあ、ちょっとなんだろうな、はい、レモンシロップを加えることによって、またなんかいい感じの、はい、感じになります。はい、うんま、ということで、はい、いいですね。はい、続いて、お子様もね、おすすめしたいですね。コンソメチーズの長芋のうまいやつでございます。サックサク。はい、もう、じゃがいももいいですけれども、まあ、長芋もね、こんなうまくなるよということで、3時のおやつにもおすすめかと思います。はい、で、こちら、お正月ね、結構余りがちなんじゃないでしょうか。お餅ですね。お餅をアレンジしてみました。チーズと、あと、ベーコンですね。一緒にね、くるくるっと巻いてやったやつです。すごく美味しいです。はい、じゃあ最後こちら、スタミナがつきそうなやつ、パクリということで、まゆー。本当に美味しゅうございました。本日も最高の昼飲みになりました。この後、ベロベロになって、すごいことになったのは内緒。はい、ということで、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。バイバイ。